アメリカ国立気象局は、アメリカ合衆国商務省海洋大気庁を構成する6つの部局のうちの1つで、同国の気象業務を担当する国家機関である。日本語圏では、気象業務部、国家気象局、また単に国立気象局と呼称されることもある。かつて、米国内では気象局の名で知られた。米国民の生命や財産を保護し、 国家経済の増進を図るため、合衆国領土とその周辺水域及び、海域における気象、水門、気候の予報や警報を提供することを任務とする。本部所在地は、メリーランド州、シルバースプリング。20世紀初頭、予報の作成にあたる NWS の予報官フィラデルフィアにある、フランクリン研究所の気象学者、ジェームズ・ SP は、 1831年から同所の気象観測網を使って気象月報を発行し始めたが陸軍が中東地での観測結果の提供の協力を申し出たため1834年9月に委員長を SP とする気象合同委員会が設立されて観測結果の収集が行われたこれはまだ不完全なものだったがアメリカで 実質的に国家が関与する初めての気象観測網となった。1846年にワシントンにスミソニアン協会が設立されると、その初代理事長であったジョゼフ・ヘンリーはアメリカ国内に気象観測網を設立した。これは民間によるものだったが、手法や基準が統一された本格的な組織的気象観測網であり、 電報を利用した即時的な天候情報の収集も行われた。しかし、南北戦争と1865年のスミソニアン協会本部の火事により、その機能は停止した。当時後大湖では嵐による海難が多発しており、それを懸念したハルバート・ペイン会議員は、議会に国家気象機関の設立を請願した。 連邦議会はこれを承認し、1870年にユリシーズ・グラント大統領は設立の法案に署名した。これは当時南北戦争で荒廃した国土再建の旗印となる事業が必要であった面もあった。国家気象機関は1870年2月9日にアルバート・マイヤー准将の下で陸軍信号部に置かれた。これは軍は 規律によって高い即応性、生前性、正確性を要する観測活動が保証されるだろうとの見方からだった。マイヤー淳賞は、この組織に初めて The Division of Telegrams and Reports for the Benefit of Commerce という名称を与えた。しかしながら、気象予報のための気象学は当時は、 十分に成熟しておらず、嵐の接近などを把握するための調査研究が不可欠だったが、軍の組織はそれに対応できなかった。このため、シンシナティ天文台長のクリーブランドアッベが、1871年に陸軍信号部へ移って、調査研究を指導し、卓越した理論気象学者、ウィリアム・フェレルを陸軍信号部にスカウトするなどして、 予報能力の向上と人材の育成を図った。1890年に、農務省に移管されるとともに、民生目的の業務を担当することとなった。1940年には、商務省に移管され、1965年に、環境科学事業庁に移管された。1970年に、エッサが国立海洋大気庁へ統合、再編されるとともに、 国立気象局に解消され、現在に至る。典型的な気象予報事務所対ハリケーン用に、特別に設計された建物で、国立気象局ヒューストンガルベストニ予報事務所と、ガルベストン軍緊急事態対応事務所の合同庁舎。122の気象予報事務局の名称と管轄区域。本土以外は氷外。連邦航空局や国防総省と共同で、 自動地上気象観測システムを国内に展開している。多くは空港の近くに置かれており、定時飛行場実況気象通報式として1時間ごとに観測データが通報されている。1890年からエサスが展開されるまでの間、ほほ島以外に国土をカバーする気象観測拠点は、ほぼボランティアによって運営される共同観測者システムのみであった。 現在も1万1000人がこれに参加している。海洋では、国立データ部位センターが、約90カ所の海洋気象部位と、約60カ所の沿岸観測点を設置している。風向、風速、突風のデータのほか、海水温、波高、電動率、水流などを観測して提供している。また、これを補うために、ボランティアのボランタリーオブザービングシップ事業が、 行われている。船0隻近い船から得られる無線の気象情報を集約して変換し、国際間の情報網に提供している。高層気象に関しても、北、アメリカで92カ所、カリブ海で10カ所からラジオゾンデを飛ばして、気圧、温度、湿度を、高度ごと、時間ごとに観測している。スキューティーズやスキューフェズにデータを記入すると、 各地点の大気の状態を分析できる。観測データはアムダルという形式で国際網に送信されるが一般利用はできない。また、レーダーに関してはドップラーレーダーの観測網ネクスラットが整備されており技術的にはほぼ世界最先端である。国内各地122カ所の気象予報事務局が 国内デジタル予報データベースを利用して作成した図表などの予報を集約して最終的に発表している。NDFD は各地の最高、最低気温、湿度、運量、降水確率、降水量、風向風速などのデータである。また、こう視点ごとに気象要素や予報結果がグリッドされた製品を無料で提供しており、 インターネットで入手することができる。提供を始めた当初は民間の気象業者から批判を受けたが、その気象業者自体がデータを利用するようになり、現在は落ち着いている。気象予報事務局は、それぞれ1カ所以上の空港について、航空気象の監督責任を負っており、6時間ごとに発表される24時間先までの予報である。 飛行場予報などを提供しているまた、21箇所の NWS センター、ウェザーサービスユニッツは、連邦航空局の航空路交通管制センターに割り当てられており、最新の気象状況を放送で提供している。また、ミズーリ州のカンザスシティには、航空気象センターがあり、エーメット・シグメトを放送で提供している。また、森林局などと同じように、 山林火災の状態を予報する火災天気予報を提供する必要な場合はインシデントミティラロジスツと呼ばれる専門家を派遣して火災現場に近い場所から気象情報を観測し予報を提供できるような体制を整えている一般市民向けに難解な用語などを使わない気象情報も提供されている水文学的な情報も提供している 各地の洪水の状況や水資源の状態などを提供している。海上予報については以下の通り。国立ハリケーンセンターと中部太平洋ハリケーンセンターは熱帯の気象に関する業務を行っている。大西洋、東太平洋、中部太平洋を管轄。オートロピカル、サブトロピカルサイクロンパブリックアドバイザリー、熱帯低気圧。 アネッタイ低気圧に関する注意情報オートロピカルサブトロピカルサイクロンディスカッション熱帯低気圧アネッタイ低気圧の解説オートロピカルサイクロンフォーキャストアドバイザリー熱帯低気圧に関する予報オーストライクプロバビリティーズオブトロピカルサイクロンコンディションズ熱帯低気圧の通過確率オーハリケーンローカルステートメントハリケーンに関する地域情報を エンランドトロピカルストーム、ハリケーンウォッチズオア・ウォーニングス、熱帯性暴風、または、ハリケーンの通過に関する、注意報、警報オーポスト、トロピカルサイクロンリポーツハリケーン通過後の、情報気候予報センターは、長期的な気象や気候を扱う。1ヶ月後及び3ヶ月後までの気温、降水の見通しと解説。 1>, 1から2週間後の気温、降水の見通しと異常高温の予報、3ヶ月後までの異常気象の予報、ハリケーンシーズンの見通し、干ばつの見通しと解説を提供している。また、国際協力として、アフガニスタン、アフリカ諸国、中米諸国、ハイチュの気象災害情報を毎週提供している。米国政府の機関であるため、NWS の創作物の多くは、 パブリックドメインで提供されることから気象に関する画像等をフリーで利用できるものがある。ありがとうございます。